同胞、巨人幹部、素行や性格が悪い選手は巨人にはいらない。だからバウアーもオスナも取らなかった。巨人、あっさり攻略、バウアー獲得に動かなかったわけ、オスナと一緒。球団幹部の一人はうちはバウアー獲得には動いていない。外国人に関しての方針は、能力の前にまず性格や素行を重視する。結果的に不起訴になったとはいえ、メジャーで出場停止処分となった事実は変わらない。同じ理由で現ソフトバンクのオスナの時も獲得には動かなかったと説明。2018年に DV で逮捕され、MLB で出場停止処分を受けたオスナと同じ理由で獲得を見送ったことを明かした。はい。さすが紳士球団やね。おもろいこと言うな。それはひょっとしてギャグで言ってるのか。山口中田を超えコレクション。ツッコミ待ちかよ。まあ投手ぽやしさすがにネタやろ。俺はええんか。約、ガチればバウアーもオスナも取れました。決してお断りされたわけではありません。外国人に関しての方針は、なんだ、安心した。